念願の二丁拳銃を手に入れろ。これではいけませんね。戻れねえから。何やってんだお前。問題外です。もうお前を倒す算段はつけてきた。はっきり言って準備不足もいいところだったので貴重な貫通弾を使用してしまいました。何カッコつけてんのお前。ほらほらほら、私はやったんだ。お待たせ。いやー助けてー。とそこに、うわーい、どこから湧いて出たこの怪物だもん。よ、待ってました。安心してください。店長の星を持つ男、カーディナル・ペーターが命に代えてもお守りいたします。かっこいい。バキッドサイ、強い、精一杯、決まった。あーもうリンベルすがりつく、あなたしかいない。決まった。なんつっては、というわけで担当エリアの視察のためリーンベルさんに護衛を頼みたい。なお男二人は全くもって不要である。何これ。わからんのか。文面は仕事を装っているが、要するにこれは極上のクライアントが我がデートクラブ最強のコンパニオンを指名してきたということだ。ひどい、嫌よこんな仕事。いいか、お前は当店ナンバーワン。料金設定は2時間100万、延長は1時間ごとにプラス200万だ。いや、なに心配するな。当店は有料健康健全店、お触りなし、当然エロスもなしだ。もしお前に奴が何かしでかしたときは、俺たちがこのキャメラで証拠を掴んで。つまりリンベル、お前はむしろ積極的なくらいがちょうどいい。わかったな。わかんないわよ。初めての一人でのお使いだ。気合い入れてやってこい。さてと、俺たちも行きますか。マジで？初めてのお使いだ。こっそりついて行ってやらないとな。キャメラ片手によく言うぜ。当エリア現在立ち入り禁止だ。速やかに退去しろ。スマートに片付けたいもんだね。というわけでダブルマシンガン and ダブルハンデガンのお披露目パーティーです。市民どもの寄せ集めの軍とは違うことを見せてやる。見てください。どうです、素晴らしいでしょう。追撃リングの広がりは命中した弾の数に依存します。つまり追撃のチャンスは以前の倍以上になっているということになります。おいおい、いいのかよ。不幸な事故だよ。さあ、二人を探そうぜ。お前、ペーターと仲いいの？まあ、嫌いじゃねえよ。なあなあ、ゼファー。今頃あいつら…いいから早く行く！
邪魔しに行くの？むしろ応援しに行くつもりだ。モンスターが入り込んでるぞ。頼もしい部下を持ってるじゃねえか、ペーターのやつ。あいつらどこ行ったのかな。気になっちゃう？俺のキャメラに傷でもついたらどうすんだ。あ、ちなみにこのマップの攻略のコツは、戦車の索敵範囲に入るのを最後まで避けることです。One will live, one will die. どけ、祈るがいい。え、解説。そんな話ねえよ。もはや解説不要だと思いますので、随所でカットを多用する予定です。でも一個だけ解説しておくことがあります。インビンシブルアタックを多用すると、どうしてもベセルの残量が足りなくなるので、このように適度に雑魚を処理しながらボスに攻撃を仕掛けることが定石です。はい、君が運んできてくれた店長の星でしゅ。指輪になさったんですね。はい。幸せにはなれましたか？はい、ただいま幸せ真っ盛りでしゅ。でもこのバーゼルではたくさんの人々が苦しい生活を強いられているんでしゅ。天頂の星にはたくさんの人々の幸せを願っているのでしゅが、あなたがそう願うならきっと叶いますよ。一枚取っておいてやるか。今日は楽しかったでしゅ。それを受け取ったらデートじゃなくなってしまうでしょ。あ、帰りましょう。おーい、受け取れよこの野郎。おーい、ナイスデジャブ。どこから湧いて出たこの怪物ども。安心してください。全人類の幸せを願って喰らえ、天頂の星パンチ。ゼニスの寿命管理システムにアクセスするための作業に入ります。指輪は？大丈夫です。指輪そのものの形状を利用しているので、指輪自体に変化や損傷が起こることはありません。そうではない、いつできるのかと聞いている。まだ数ヶ月はかかるかと思われます。そう、我々人間はクォーツを介してゼニスに管理されています。ゼニスを操作すれば寿命を延ばすことも短くすることも可能になるわけですが、クォーツが割れるだけで人間は死ぬ。そうです、我々は自分のクォーツを発見し安全に確保しなければなりません。
クォーツは新生児の産声とリンクして誕生することは分かっているのですが、成人となるとしらみつぶしに行くしかありません。年代別に配置の法則性があることが唯一の救い。最後は力仕事、時間との勝負といったところか。こんにちは。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。